何事も上手い人とやったら実力伸びる説。よいしょー。本日のセット、ある人、もちとレイ。はい、というわけでですね、はい、皆さんマラソンやったことありますでしょうか。あるあるよ。その時に早い人と遅い人いるじゃないですか。いるね。じゃあ想像してみてください。じゃあ遅い人と走った場合、自分のタイムどうなりますか。下がります。うん、早い人と走った場合、自分のタイムどうなりますか。伸びます。そうなんです。つまり一緒に走る人が違えば自分の実力も変わってくるんですよ。なるほどね。上に引っ張られる傾向がある。それってめちゃめちゃ不思議なことじゃないですか。そうだね。とマインドで自分の実力が変わるっていう。で今回はそれがどんな場合でも適用されるのかっていうのを検証していきたいと思います。ほう、なるほどね。おもろい。まず何で検証していくか。一つ目、ダーツです。はいはいはい。これは春樹が今ダーツが上手いんで、春樹と持ちでやってもらいますね。はいはいはい。でその二つ目、カラオケです。まあこの中で言ったのは僕が一番手伝ってるので、僕と持ちでカラオケに行ってどうなるかっていうね。はい。で最後、マラソンです。おー、まあだろうなと思って。誰ですか、誰ですか。これは誰が強いですか。ライです。おー、ってことはレイとモチです。大車輪やん。めちゃめちゃ動いてる。まあ一番ね、その特技がないんで、モチをまあ被験体としてまあ測っていこうよという、はい、ことでございます。はい、はい、というわけで今回は何事も上手い人とやったら伸びる説です。やっていきましょう。よいしょ。まあまずはですね、はい、ダーツからやっていきましょう。はい、はい、まずはモチくんがカウントアップかな。ソロ、okay、ソロカウントアップじゃない。3回。まあ、ということで、まあ、今からダーツやっていくわけなんですけど、カウントアップ3回やっていきたいと思います。カウントアップって何ですか。カウントアップっていうのは、まあ、数字を重ねていくだけのゲームです。はい、頑張れ頑張れ。1回ね、いきます。パン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 。あー、ズレだ。おし、え、入った。ブロ入った。そうだ。イエーイ。痛い痛い。高いぞ結構。何点。585点。高っ。一発目から高得点出してしまった。行ったことない。585とか。俺もうダメやん。そしたら2回目いきます。また。え、てか何点。447。高っ。やるじゃん。やばい。盛んにいきます。犯人は誰だろう。犯人は。そういう日じゃん、ただの。でもさ、めっちゃブル入れてるから普通にうまいよ。何点。571点。はい、もう無理です。すげえ無理。でもこっからやるんでしょ。そう、こっから伸ばしてほしい。俺は3回やるんでしょ。もしかしたら600点いきたい。600点。このまま春樹がカラオケに行ってマラソン。そうだよ。勝ったら勝ったらそうだよ。確かに勝ったら。確かにそうだよね。いきます。いやー、271です。バカ落ちたね。やダメだ。めっちゃ落ちたね。めちゃくちゃ落ちてる。半分以下。半分ぐらい。別に俺のが上だから俺に引っ張られたわけじゃないんだよ。むしろなんか若干引っ張られた。お前に。いやダメだ。204。204点。やばい。低いなぁ。低いなぁ。よし、よし、もうよーし。あっと入りました。マジか。スーパープレイ。
560って最高点じゃない。引っ張られてるんだ。え、そんな高いの。585でお前は。あ、じゃあダメだ。モッチのソロの時の平均が534点。高っ。高っ。平均534、高っ。で、俺とやった時が345。マイナス200ぐらいありますね。引っ張られてんじゃん、これも。下に引っ張られた。周りに影響されるっていう点では、うん、むしろいい結果ですね。はい。じゃあまあ次行きますか。はい。はい、ということで、はい、土手に来ました。はい、はい、レイとモッチに走ってもらうんですけれども、どうですか今コンディションは。最悪。最悪よ。最悪かよ。まあ、今回ですね、このグラウンドっていうのかな。まあ、前回ね、運動したら頭良くなる説みたいな動画で使ったところをまた2周してタイムを測っていこうと思います。はい、じゃあまずはもっちくんのソロの記録をね測るために走っていただきましょう。ソロプレーって一番きつくない。もっちくんのマラソン、はい、よーいスタート。いきます。あ、でも落ちてね、なんか落ちてるね。でもいいんじゃない、結構早いよね。頑張れ、あと一周。やばいぞマジで。頑張れ。中学の太鼓思い出す。ハゲすぎだろ。夢じゃないんだよ。あ、帰ってきた帰ってきた。ついでみたいに。ここまでだよ。頑張れ頑張れ。マジ本気本気本気。ラスト。よっしゃー。ゴール。はいはい。じゃあもっちくんのソロのタイム6分27秒。どうなんだ。わかんない。どう。ガチエキス。じゃあまあ一旦休憩して、うん、この後レイともっちで走ってもらいましょう。ちなみに普通にね2周走ってるんで疲労とかもあると思うんですよ。なんでタイムをもっちだけマイナス30秒。あ、もうありがたいっす。します。めちゃめちゃありがたい。まあでもなんかおえつするぐらい疲れてるんで、まあそんぐらいかなって感じで。やるか。頑張ってください。じゃあもっちとレイのマラソン、またな。よーいスタート。お、レイが先行しましたね。早いなレイね。もっち追えるのかな。レイ早すぎて追えないみたいな。ある。あー、ちょっとあれ曲がったらわかる。あー、あ、結構だね。結構離されてんね。もういきなり直線だけでね。もっち追いつけるよ。レイもスタミナないよ。ね、もう来てるよ、モッチが。うっさいくすぎる。やばい。足がシンプルに動かない。いや、追いつける追いつける。頑張れ頑張れ。なんか先頭にめっちゃブサイクいたな。ね、ソーセージみたいなやつ。あるお前。レイゴール。モッチー、モッチーゴール。ゴール、やばい。あー、死んだ。ぐちブチブチブチっつってくさ。じゃあまずねレイのタイム、はい、5分19秒。早くない？めっちゃ早い。めちゃめちゃ早いです。あれ、さっき6分30秒ぐらいだっけ。モッチくんのまずソロで走ったタイムが、はい、6分27秒でした。あら。そして、はい、早いレイと走った結果、はい、5分31秒。おお、1分4秒縮まってますね。縮まったね。それは引いて5分半。引いて。あ、そっか、30秒引くのか。え、すご。改めて、はい、ウォッチくんの結果、はい、5分1秒。はい、いや
負けた。やばいよ。これやばいぞ。すごいな。引っ張ってくれたおかげだわ。ありがとうございます。これはでもガチでそうだ。今回は。じゃあまあ最後カラオケ行きますか。はい。やば。よいしょ。やばい。やばい。ソーセージくん。誰がソーセージくんだ。はい、ということで、はい、カラオケ行きました。行きましたね。まあ、まずはもっちくんが、はい、まあ、個人的に3曲歌ってもらって、その点数を、はい、まあ、合計割る3かな。合計割る3で、まあ、平均点を出しました。はい。じゃあまず、アカペラですけど。行きましょうか。どういうことですか。まあ、今回本編1曲目に歌うのは、はい、スキマスイッチさんの奏でを歌いたいと思います。よいしょ。てん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 、あ、挨拶の前つなぐ手と手、ざわめき新しい風、つながってゆける、の点数75.299 ですね。覚えておきましょう。まあ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 、最初は低くてもいいんですよ。レミオロメン3月9日歌います。いいですね。ひとりを閉じればあなたや、あなたにとって私もそうでありたい。もちくんの点数、はい、71.044。 いやまずいね。まずいね。これはまずいね。はい、3曲目フランプール君に届けを歌います。いいね。よじゃ。懐かしい。俺一時期バンドでやってました。君に会えたこと本当によかったとそう言える、その笑顔、もちくんの点数、はい、74.141。 やーん、これはやばい。じゃあいいですか。はい、もちくんの平均点は、はい、73.5点。かっす。まあでも俺が、うん、その形としては次から交互に歌っていくんで、そうだね。まあその俺のね、発声とか選曲とかっていうのを、まあ、ちょっとね、加味しながら、まあ確かにやっていけば、確かに伸びる、おのずと伸びるんじゃねえかと。まずは奏でしょ。俺は最初いつも奏で歌ってるんで。君が隣でってその季節が、ただいまのせの点数 89.581。 ありがとうございます。高い。いや、こういうのってかもう80点いきたいよ。はい、僕の1曲目オレンジスパニークラブ金木星を歌います。トレンドだよね。ずっと見ていた、はい、やっぱビビッと来てるよ君のイメージ金木星よ、香りまでもそうしちゃうなんてバカね、そうだよ気持ちをとっくに乗せてた、最高はあんた最高、くずきた心臓パンと割れる。あー、でもちょっといいんじゃないですか。もちくんの点数、はい、78.129。よじゃあこれはいいじゃないですか。いや待ってください、80って言ってないです。いやでもはい、2曲目です。はい、いいわ。はい、バックナンバーのオールドファッション歌います。単純なことなんだきっと比べるまでもない、のバックナンバーのオールドファッションの点数は 81.707 点。もっち2曲目小籔圭介白い恋人たち、めっちゃ好き、めっちゃいい。今宵涙こらえて奏でる愛のせらね、今も忘れない恋の歌。ただいまのもっちの記録72.697点。まあ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 、いいんじゃないですか。ラストもあるしね、まだ、うん、まだ3曲目あります。そうね。
のせ3曲目清水翔太の花束の代わりにメロディーを。花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を。のせの3曲目の点数 83.466 点。どうなん、自分的にはもう最悪って感じ。ゴミ。じゃあ最後3曲目、はい、これはもうちょっと完全に僕がちょこちょこ聴く曲なんですけど、アジアンカンフージェネレーションリライトで。おー、リライト、はい、いいですね。消してリライトしてくだらない超幻想忘れる存在感を。ただいまの3曲目のモッチの点数74.780 点。よいしょ。平均点お願いします。まあ、まず、はい、もちくんの趣味で歌った場合、はい、こちらが 73.5。 そうでした ね、 さっきね、はい、そして僕と歌った平均点は、はい、75.2。 ビヨーン。まあ2点はすごいのかな。平均点2点上がりましたね。まあ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 ね、はい、最初ダーツはガンと200点ぐらい低くなった。まあちょっと下がっちゃったね。でマラソンも2分ぐらい。マラソンは上がった。めちゃめちゃ2分ぐらい、めちゃめちゃ上がりましたね。上がって、うん、まあ平均点カラオケも2点ぐらい上がったんで、うん、まあこれはまあ切実一生と言ってもいいんじゃないですか。まあ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 他人に自分の実力が影響されるっていう。確かに切実一生。まあ皆さんもね、もしいいところ見せたい、女の子にいいところ見せたいっていう時はね、ぜひ僕を呼んでね、カラオケに行ってください。ありがとうございました。